また新しいものが出ましたね。はい、はい、出ました。はい、このボトルコーヒーにエッセイを書くという、はい、これはあの芥川賞の作品を書く前に書いたものですか、それも後に書いたもの。書く前ですね。どのくらい前？書く前じゃないか、書いた後ぐらいですかね。火花の後の作品になるんです。どれぐらいでしたっけ？それぐらいですよね。いや、いつも確かいつもから書かれた。今年入ってからですよね。なるほど。5月。ほなら後ですね。あ、受賞前ということですね。受賞の前。そうですね、受賞前です。どのくらいの期間で書かれたんですか？これはでも1ヶ月はかかってないですけど、結構やっぱりかかりましたね。実体験が多いんですか？そうですね、実体験、全部が全部あれなんですけど、実体験ですね。いや、思い出っていうふうにおっしゃってましたよね。はい、あの中、破局の思い出みたいなのもその中に出てきますね、旧作品の中には。この中に4つぐらい、4つぐらい女性に振られる話が出てきますね。実体験ですか？はい、そうですね、実体験ですね。いつ頃の話なんですか？それは、まあ、ずっと振られてますからね。あれ、そのいろんな時代の振られた話が書いてます。また最近も振られたなんていう話が出たんですけど、なんかその噂僕も聞いたんですけど、はい、なんかね、付き合ってた女性とみたいなのになってましたけど、はい、そんなことはないですね。振られてない。今現在執行系、お付き合いしてる人いないですね。あ、いないんですか？近々の恋愛っていつぐらいになるんですか？近々の恋愛いや、お付き合いしてたのはもうだいぶ前ですよ。10年とかなっちゃいます？そんななってないですけどもう20代の頃ですからね。彼女いない歴どのぐらいになるんですか？20代の頃ですね。だから20代も前半後半とあるんですけど、はい、後半ですね。あ、じゃあ5、6年。なんか強がってるみたいな言い方になります前半ではないですみたいな話でしたけど、今、まあ、恋愛までいかなくてもデートする女性とかいないですか？まあ、忙しいでしょうけど。なかなか、そうですね、いないですね。ただ急にモテるんじゃないですかね。はい、そうですね。いや、そんなこともないと思うんですよね。そうですか。はい、いや、でも来るんじゃないかって自分の中でもなんか俺は来るぞみたいなのないですか？そんなこともないんですけど、でもね、デートとかね、やっぱやりたいですよね。でも今一番注目されておりますので、はい、もういろんな方がもうちょっとね、デートって言ったらもう目撃情報が漏れますね。あんまりでも気にしないですね。あ、そうですか。はい、目立つからとか、あの変装しようかとか、そういうのないですか？あんまりないですね。はい、デートするときはやっぱり。でも又吉先生ですよ。はい、全然その、いや、なんていうんですかね、普通に街歩いてても、うん、そんななんもならないですよ。でも大先生になって、いやいや、相方の綾部さんはなんかこう接し方変わったなって感じたりします？綾部ですか？はい、綾部はなんかでも逆に自分の活路を見出したのが最近最近なんか生き生きしてますよね。肌ツヤがなんか良くなってる感じはしますよね。いや、でも印税も期待してるみたいですよ。あ、そうですか。やっぱりそこはちょっとちょこちょこ言われたりしますけどね。でも中見春樹さんを抜いたというふうにもね、報じられて、もうどん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 増殺ですよね。いや、全然抜いてないでしょ、村上春樹さん。あれが抜かれたんですよね。124番分まで来ましたよね、増殺で。増殺で。もっと売れてるでしょ、でも春樹さん。あ、全部とね。全部一冊、一冊では。ちなみに、あの印税というのはいつ頃入るんですか？間もなく。いや、僕もだから知らない、具体的なことはどのタイミングか分からないですけど、入るはずです。交渉で2年に分けた方がいいっていう話はあります税金の問題があるから。でもね、分けない方がいいんじゃないですか？あ、そうなんですか。じゃあ一挙に、そのやっぱりちゃんと、はい、吉本もやっぱりこう経由してくるわけですよね。これをもちろんです。僕は吉本の芸人なんで。あ、そうです。印税、はい、印税もそんなになったんですか？もちろんです。その全部が僕ではなくて、そのいろいろ、はい、サポートしていただいてるんで。うん、はい、どれくらい取られちゃったんですかね。どれくらいマネージメント料が発生するんですかね。いや、どうなんですかね。半分ですか？
半分なんですかね。いや、その辺はちょっと今までもう本出してるんで、はい、それとまあ同じような感じだと思うんですけど。だって印税だけで1億6000万とも言われてますが、そんな行きます、はい、そんな行きます。半分持ってくれるでしょ。そうですね。そこはでも考えてくれてると思います。なるほど。僕のちゃんとこのモチベーションが上がるようにしてもらえると思います。上がるのは1億6千万のうちにどれくらい入ったらモチベーション下がらないですか。1億6千万のはずが2億入ったらめっちゃ上がります。だから150万部、180万部って上げていけばいいんですよ。いや、その本来入るよりも多く会社がそのボーナス的な感じでそのくれたらもうね、嬉しい。これは公開の交渉ですね、半ば。いや、そんな怒られますから。もうお仕事いただけてるんでね。でも吉本さんも喜んでるでしょう。仕事もどんどん増えていくし。どうなんですかね、喜んでもらえてたら嬉しいんですけどね。